さあ今回のプライベートラウンドのお相手は内山崇さんでーす。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。全部やっぱ嬉しいんですね。いやー、勝った時やっぱ嬉しいっすよ。どんな試合でもやっぱり一番嬉しいのはやっぱ世界トップなんですよ。初め負けた時はやっべ、あ、やべ、その時はでも実家なかったんですけど、家帰って次の日ぐらいからですね、ああ本当に今日負けたんだなと思ってふてって、なんだよ話が違えじゃんと思って、なんだこれただのお前なんか2連敗してピエロじゃねえだろ驚異の KO 率をね、はい、叩き出しましたけど、はい、倒すコツみたいなのをね聞きたいんですよ僕は。コツっていうかね、一応ずっとまあ意識してね、やっぱりもう、まあ、なるべくここ2本で当てようとか、ここジャブなんかもここで当てるイメージです。これで相手の面をどうなんですか最近のこの私生活は。ちょくちょくまあ仕事をして、たまに仕事してって感じで、またこうジムをやろうかなと思って今ジムの物件探しとか。あ、ジムやられるんですね。そうなんです。まずはまあジムをやって、まあボクシングの発展は少しでもなればいいかなっていうことですよね。なるほど。まああとはもう結局はもうあれですよ、向こう側ですよ。やっぱりそうなんですね。